戦いたくもないんだよ本当はね。そう本来はでも戦わなきゃいけないのが俺らは職業だから。ランドも負けてきました。本当にランドも負けてきました。やっぱり取るとさ、取り続けなきゃいけないプレッシャーもあるわけだし、追われる立場って一番辛いから。本当にではいい試合だった。本当に良かった。2023年2月28日、30歳以上限定の大人ホストクラブ新水湯クラシック。前代未聞のコンセプトを掲げるホストクラブはこの日2月度を締める。そして2月度売上ナンバー上位3名のみがアドトラック掲載権を獲得することができる熱き戦い、トラック争奪戦が行われていた。ナンバー上位に鎮座する大人の魅力あふれる7人のトッププレイヤー、オジセブン。そしてオジセブンに負けじと勢いを加速し続ける新水湯クラシックの次世代ルーキー、ワチルドレン。この2大勢力による灼熱の戦いが繰り広げられた前回、今回もさらなる新水湯クラシックの全貌に迫る。店内に緊張感が漂う中、ついにラストオーダーが終了した。そしてこの日一番の快進撃を見せたのがこの男、1月度ナンバーワン、ユータ。営業も終盤、ユートのシャンパンコールが終了し、ナンバーワンが確定したと思った。その時だった。超高額オーダーのシャンパンコールが鳴り響く店内。この男と女も黙っていなかった。全てのシャンパンコールが終了し、運命の結果発表へ。売上ナンバー第5位、ワチー社長。おい、どうなってんだよ。
よいよここからがトラックでございます。トラックに乗るのは誰か。売上第3位しながらやっていきたいのと、あとナンバーワン狙ってます。見てくれてる方ぜひ応援してください。お願いします。あー言うよね。悔しいけど本当にありがたいです。まあ、本当にトラックで乗れますからね。ナンバーワンおめでとうございます。女神様もすごいオーダーだったんで。ありがとうございます。もうギリギリ頑張りました。あのね、もう俺の年でエンジェルは言えへん。ちょっと面白いことやってみようかな。初めてやりました。とりあえず、かぶりとか、全員のお手本になりましたね。これからも俺を密着してくれよ。おいおい、生意気言ってんじゃねえよ。いいタイミングで来ちゃったか。予定だが目が見えかもしんねえけどさ。本当ありがとう。親友だ。親友なんだ。一つだけ言うと、うちの店はみんなが仲いい。そう。それが大事。それが楽しい。さっきさ、負けた優斗も涙してた。それはね、いいのよ。戦いたくもないんだよ。本当はね。でも戦わなきゃいけないのが俺らの職業だから。でも何度も負けてきました。本当に何度も泣きました。やっぱり取るとさ、取り続けなきゃいけないプレッシャーもあるわけだし、追われる立場って一番辛いから。優斗の涙は美しかった。美しい涙。本当にだからいい試合だった。本当に良かった。3ヶ月前にあの辛さもやった。最後の抱負で、はい、今後のクラシックについて。歌舞伎町のオジホスって言ったらクラシックになる。そうだね、はい、絶対なる。それやっていきましょう。やりましょう。やってやるよ。ありがとうございます。頑張ります。こういう仲間がいるからなんですよ。いいチームですよ。だからこれからもいい店作ろう。作っていきましょう。いい落ち着くね。強って30歳以上限定の大人ホストクラブ、新水湯クラシックの壮絶な締め日、そしてトラック争奪戦に密着した。いくつになってもチャンスをつかむことができるこのホストクラブは、歌舞伎町の新たな時代を作るであろう。2023年3月21日、二月堂締め日、そしてトラック争奪戦からおよそ1ヶ月後。お願いします。堀田です。堀田で全然寝てねえが超寝みよ。WBC でもう熱くなっちゃって。WBC 見てないの？あ、自分も見てないです。見てない？見てないです。ダメだね。朝方帰って、うん、そのまま起きて焼け水、ちょっとしか寝てないからもう。あ、そうなんで
ですね。ちなみに本日、うん、どういった撮影ですか？あのワーチルドレンと伝説のオジセブンの新しい PV、 うん、うん、あの TikTok でまたバズらしたいなと思って。次回2月度締めく、そしてトラック争奪戦で大きな活躍を見せたオジセブンとワチルドレンの PV 撮影に密着する。ダメだったら使わないから、お見逃しなく。普通だったら言えねえよ。